私は教室の隅で、一人ため息をこぼす。はぁ？どうしよう。どうやって話しかけよう。ここ数日私は勇気を絞り出せないでいた。いや、ダメだ。こんな弱腰でいたら。私は聖者には逆らえない。だから、だから、私は決めたんだ。私たちは、決めたんだ。だから、あとは行動に移すだけ。私はあの時、この役を自ら買って出たんだ。あの時の気持ちを、あの時の決意を、思い出せ。そして結局、私は言い出せずに下校の時刻がやってくるのだった。マリサが靴箱で靴を履き替えている。よし、これはチャンスだ。とりあえず私は自分の靴を履き替える。しまった、マリサは私のことに気づいていないようだ。まだこの辺りは人が多い、ちょっと人通りが少なくなるまで待つとしよう。よし、いい感じに人も少なくなってきた。よし、ここだ。ここで、勇気を、振り絞れ。お前、モリアスは子、か。そうよ。結局私から声をかけることはできなかったが、結果オーライだ。勇気を振り絞れ、私。何の、用だ。おかしい。なぜこいつはわざわざ一人で私に話しかけてきた？しかもなぜだ？敵意を感じない。ずっと何回痛そうにしてたし何回言いに来たんだろ？うん。その、マリサさん。マリサでいいぜ。わかった、マリサ。ちょっと次何言い出せばいいんだっけ？焦らなくていいぜ。何言い出そうとしてるのかは知らないけどまずは落ち着くんだぜ。あと私もお前のことスワコって呼んでもいいか？うん、いいよ。頑張れ、頑張れ私。言い出すんでしょ私。なんかいきなり本題って空気でもないな。まあ私本題知らないけどさ。ちょっとバカし雑談でもして緊張をほぐそうぜ。じゃあさ、なんか助かった気がする。っていうか、なんでマリサそんなに物おじせずに話せるのよ。私たちこうやって話するの初めてのはず。それ私もよく言われるんだけど私もわかんないんだよな。私そんなこと全然できないのになんなのこの差は。私基本ぼーっとしてても相手の方から話しかけてくるからな。ぼっちには真似できない領域が見える。そんなもんなのか。その割には結構私と話せるようになってきてないか。そういえばそうだ。なんでこんなに話せてるんだろ。普段初対面の人相手とか絶対無理なのに。それに大丈夫だ。お前いつも確か二人ぐらい一緒にいるやついるだろ。でもやっぱりあの二人以外とはきついかな。まあいいや。ところでそういえばお前帰り道こっちなのか。そうだよ。まあ私の通学路とは違うけど、一応こっちからも繋がってる。そうなのか。まあ、帰り道気をつけて。でそういえばなんかお前言い出そうとしてなかった。そろそろ落ち着いただろ。まだ言い出しづらいか。頑張る。聖者の話なんだけどね。やっぱあいつ関係か。ごめんなさい。私たちは、逆らえないの。聖者に、か。まあ、さすがにそりゃそうだわな。まさか、そんな反応が返ってくるとは思わなかった。私はどうあがいても聖者の仲間にならざるを得ない。そうじゃないと自分がターゲットになるから。でも、マリサから見たらそれは自分が生贄にされてるわけで。まあ、私だってあいつにちょっかいかけられるのは嫌なんだけどさ。もう今さらあがいたって私がターゲットから外れるわけじゃないし、それにお前だって辛いんだろ。私たちは聖者に逆らうことはできない。だけど、決めたんだ、あの日。私たちにはどうすることもできないから、せめて謝ろうって、ごめんなさいって、謝ろうって。そっか、ありがとな。なんか元気出たわ。今の話のどこにそんな元気出る要素あった？普通にあったぞ、ほら、考えてもみろよ。つまり私にちょっかいかけて楽しんでるのは聖者だけってことだろ？まあ確かにそうだけど。つまりさ、私にとって敵は4人から1人に減ったわけだ。少なくともスワコたち3人は敵じゃない。それどころか、こうやって自分の非を認めて私にちゃんと謝ってくれた。そこまでしてくれたんだ。こっちとしても信用しないわけにはいかないだろ？よかった、そう言ってくれるなら助かるよ。でもやっぱり聖者が近くにいるときは聖者の方に行かざるを得ないと思う。私としてはそれは避けてほしいところなんだけどな。まあそうなったら仕方ないぜ。ごめんね。そして私は自宅へと歩いていく。よかった、マリサは許してくれたみたいだ。そして私は久しぶりに晴れやかな気分になれた。あの日決めたのは決して無駄じゃなかったんだ。次どこ行く？私は一緒にショッピングに来ていたかなことさなえにそう声をかけた。あそこの服屋さんとか良さそう。私も賛成。行きましょ。そういうかなこの声は心なしか上ずっている気がした。この日学校あったでしょって。なんでわざわざあんな面倒なところ行かなくちゃいけないのさ、なんて言ってみたりして。でも、抜け出してくるのは罪悪感すごいもんなんだね。この服かわいい。サナエがちょっと無理した感じで笑ってる。
私も同じくちょっと無理して笑顔を作る。やっぱり学校サボってショッピングっていいわね。言い訳がない。なんか普段のショッピングより楽しい気がするわ。きっとかな子も無理してるんだろう。そこ、学校とか言わない。聖者のこと思い出しちゃうでしょうが。その一言で、私たちの間には重苦しい雰囲気が流れる。そう、私たちは確かに学校サボってショッピングに来てはいるけれど、それは三人とも学校に行く気分になれず、とりあえずの集合場所としてここを選んだ。ただそれだけのことだ。さっきまでの空元気はどこへやら、とりあえず私たちは服を見て回るがいまいち元気になれない。ちょっと腰を落ち着けて話しましょうか。私たちは手近な店に腰を落ち着け、話をすることにした。この前さ、マリサの靴に画鋲仕込んだことあったじゃん。そうね。今日も仕込んでたわ。私、もう限界なの。これ以上、聖者の手伝いをしたくない。私もよ。でもさ、立てつくと私たちがターゲットにされる、そこはわかってるわよね。でもさすがにこのままってのは。そうね、せめて聖者がいないときは手伝いはしないこととして。でも、それだけでいいのかしら。私たちはマリサに謝るべきなんじゃないかしら。そうね。でもどうやって。いや、私は、もう逃げない。私が代表して謝りに行くよ。マリサとはクラス一緒だし、声はかけやすいはず。けど大丈夫。確か前人見知りだって。それでも、やるわ。もうこれ以上もやもやしたくないの。そう、私はこの時決意した。せめて、マリサには謝るって。そしてできるならば、裏ではマリサを助けるように動くことにしようって。まずは謝ることはできた、あとは裏で。いや、これからは時々帰り道でマリサに声をかけることにしよう。リスキーな行為なのはわかってる。でも、それでも私は、やるんだ。最近、寝る前によく考え事をする。なかなか寝つけなくて、気づけばいつの間にか何かしら考えている。そして、なぜなんだろうな。一人でこうやって悶々と考えていると、どんどん考えが暗い方に進んでいく。最近考えるのは、やっぱり聖者と、そして母さんのこと。母さん、か。最近私は2階で寝ている。それに対し、母さんは1階の空き部屋で寝ている。そこまではいい。問題は、だ。寝室が階段の真下ってことなんだよな。まあ、完全なる真下ではないわけだが、布団を入れる押し入れの上が階段。昔よくここに入って遊んでは叱られたっけ。そしてここは母さんの寝室の真上。うっかり壁に肘でもぶつけようものなら母さんが下から大声で怒鳴りつけてくる。うるさい。って、一番うるさいのはお前だろ。で、母さんは最近飲めないくせに度数の高い酒を飲んで、かなり早い時間に寝床に行くようになった。そうすると、だ。私が学校の準備とかで下に置いてる教科書を取りに行くときに階段を通るわけなんだが、母さんと来たらこの時の音でも怒鳴ってくるんだよな。おかげさまで私には妙なスキルがついた。ほぼ全力ダッシュで階段を駆け降りても音をほとんど出さないスキル。世界一無駄なスキルな上に成功率 100% じゃないっていう。そしてもちろん普通の地面でもこのスキルは適用できる。おかげさまで私の二つ名は寝室鬼没だ。いわく、気づいたら背後にいるらしい。いや私はお化けかよ。別に意識してやってるわけでもないんだけどな。やっぱりなかなか寝つけない。布団の中で寝返りを打つ。下からいびきが聞こえる。間違いなくこのいびきの方がうるさいんだよな。そして、私は不満を抱えつつ今日もゆっくり眠りに落ちるのだった。